れ山椒の木って言ってるの？山椒の木？キャキャキャ。あたふたあたふた。あたふたあたふた。よし。これはね、なんとミルクフェド。ミルクフェドジュニア。ミスターミルクフェドジュニア。なんですけど、あのね、こう K2 公演が6時半からなので15分に始めたので、ちょうど始まる頃には終われると思います。今日はね、ちまにゃんのね、相方のね、方が出ているのですよね。私がね、髪型をリクエストしたんですけど、これをやるか、ちょっと楽しみです。だから私は髪型を知っている。知ってるけど、でも分かんない、何になるか。ちょっと私もファンの人と一緒にワクワク見たいと思います。昨日はね、私は耳かけストレートと巻きのツインテールをしましたね。僕の好きな最強ツインテール、これさ、私服にもいいしさ、レッスンの時にも着れるしさ、本当に可愛いんですよ。昨日ももらって帰ってきて、今日来た。今もどこかで生きてるの。おー、クリスマスギフトありがとうございます。あなたからメリークリスマス、私からメでね、今日ね、ちょっとね、見てください、こんなものを見つけました。これを食べたいと思います。今日はちなみに生まれたてです。なんて言うようにしようかな。すっぴんってさ言っても面白くないからさ、じゃーん、スイート好きのためのチーズデザート、チーズデザート同じこと2回言っちゃった。熊本県産和栗、繊細で華やかな香りが特徴の熊本県産和栗を使用した上品で濃厚な味わいのデーズデザートです。内容量 90g、 要冷蔵 6ポッション。すっぴんのさ、インゴなんていうの、私のさ、すっぴんの言い方をさ、なんか決めよう、何にしようかな。食べます。これがね、でも見つけてね、食べたくてね、買ったの。甘いものがさ、すっごい食べたくてさ、買ったのね。これめっちゃね、ちょっと高級なのよ、ちょっぴりね、ちょっぴり高級なのよ。びっくりした、まだ6時20分だよね。ビフォー、え、おつまみなのこれ、デザートじゃないの。この商品にはアルコール分が含まれています。小さなお子様やお酒に弱い方はご注意ください。あ、ダメじゃん。350円ぐらいする。うん、200何十円ぐらいかな。え、6ポーションって書いてあるもん。6ポーション、
6ポーション PORTION 熊本県、まあやっぱね九州ラブということ。え、結構一個一個大きいケーキみたい。ピースって読むの？ PORTION だよ。これでピースって読むの？え？本当？やべえ。読めなかった。え？そうなんだ。え、PORTION だよ。ポーション。ポーションだって。ポーションで合ってた。よかった。いや、私でも最初ポティションとか言ってたもんね。では、実食。食わず嫌い。食わず嫌いの真似します。いただきます。あ、ちょっとダメだ。食わず嫌いだったらダメか。相手がいないとできない。わ、おお。すごい変な反応になっちゃった。チーズなんて久しぶりに買ったよ。あー、開け方が分かんない。乳製品です。これはお酒が入っているそうなので皆さん気をつけてください。痛いよ。それでは、え、匂いはただの普通のチーズって感じなんですけれども、本当に栗の味がするのか。では実食。いただきます。あ、柔らかい。甘いです。うん、甘いね。え、匂いチーズなのに味モンブラン。え、パニック。え、匂いめっちゃチーズなんですよ。しょっぱいチーズの匂いなんですけど、味がモンブラン。え、おいしい。え、これおすすめします。ん、おいしい。うん、そうそう、匂いはしょっぱいチーズで味がケーキ。え、めっちゃ美味しい。これはいい。うん、そんなカロリーもないよ。あ、美味しいですこれ。え、どこにでもある。スーパーで買ったけど、コンビニも寄ったんだけど、コンビニにもあった。でもスーパーの方が安い。コンビニよりは美味しいよ。今日の公演も頑張れそうです。うん、晩飯食べれなくなる。晩飯は何だろう、チーズ。
ただチーズを食べてるだけなんですけど、おいしい幸せ。今日はハッピー、今日もハッピー。当たり前だ、こんな家でのんびりしてるのに今日公園なわけないでしょ。これするわ。公園見ましょうね、皆さん。うんうん。うん、川島の髪型、うん、決めた。だからね、それを確認するために見ます。それを確認することがいいかなんだ、君と僕のスピードがどんなに違っていたって向かってる先は次の駅だよ、まっすぐに行こう、愛のまま、その途中で寄り道なんかしたくない、まっすぐに行こう、愛のまま、もう君以外見えないんだ、たった一つのベクトル、誰も知らない二人の合図、離れていても愛しさは届く、また公園出たいな、一緒に帰ろう、ミラボル、この道を、君は電車、そして僕はチャリンコで、一緒に帰ろう、この道を、遅刻通り待ち合わせて、あとは同じピッピッ、カイニャ、そろそろステージに行かないと間に合わないよ、行こう。トゥルル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 ルやばい、始まっちゃう。ごめんね、僕のジュエル。スクランブルになったらやばいから今。ちょっと見ていい？公園。よかよ。公園間に合うの？いや、間に合わないですよ。みんな本当に出ないですからね、私今日ね。ちょっと見よう、エンジンの儀を見ます。あ、20日連続ありがとうございます。車で制服の目を聞いていたが SK フェスバー CD 買える、イエーイ。これが SK フェスティバル、みんな一緒。ちまちゃん何してる、髪型どこ、どれ、ちまちゃん、ちまちゃん髪型何してる？いた。あれ、なんか全然違うことしてますけど。
全然違う髪型してますけど、あれ全然違う髪型してますけど平気あれあれあれ、ちまちゃん誰も自分にも V 使いませんって、ちまちゃん巻かないって言ってたのに巻いてますよ。ちまちゃんちまちゃんまあいいや。で、私はちょっと猫耳って言ったんですよ。だからちょっとハードルが高かったのかもしれません。今日はチーズ焼け食いだ。いやでもなんかハーフアップみたいなのしてました。可愛いからいいです。可愛いからいいと思います。今度お揃いしようと。でも一緒の声出れないからさ、一緒の声出れない、出ないからさ、お揃いしても分かんないんだけどさ。お揃いしても分かんないんだけどね。猫17匹すごいね。そうなんですよ、ありがとうございます。すごい、うん、そう実家でね飼っています。ぜひルームフォローお願いします。いやそろそろ終わりにしたいと思います。見よう。感想だ、難しいところだ。池田が苦手だったところ。ではランキング読みます。13位まさん、12位やさん、11位そさん、10位まさん、9位りさん、8位みさん、7位まさん、6位ひさん、5位きさん、4位あさん、3位ごさん、2位うさん、1位しさん、22位なさん、75位いさん。ありがとうございます。見てくださってありがとうございました。今公演始まっちゃって、もうちょっと始まっちゃったんですけど、今から見たいと思います。ちょっと相方が出てるので、ありがとうございました。